次回って、クラブの賞を日本経済新聞の時に、太郎さんです。まずは、14番、心の愛。この回もだ、重賞勝ち馬ではあるわけですからね。そうですね。最終馬の時に、レッドボールインクとこの馬とアンドレッセが、こっちのゴール板の前の方を通過して、それから、今、ゆっくりとこう、最初に入ってたんですけどね。はい。それ見ていて、この14番の、心の愛とアンドレッセは、ミーチャルこなすだろうなというような感じではできたんですよね。しかしちょっとなんか折り合いというかそういったがるというようなところがですね、何か最初まで見られたんでですね、前走でそういう面では成長してましたからね、せっかく成長したのになんかまたね折り合い変えたりしたら嫌だなというようなところはあったんですけれどもね、熱のなんていう方が逆にこう序盤かかって先にもう手がかかったりというような感じで逃げてですね、それでまあそのまま粘っているというところで、この前の方がそのまま外側をスムーズにいってましたよね。まあもともとそうなんですね、順調で勝ってましたね。勝ち方がしてかかって外上がってってっていうような勝ち方ですからね、これも力のあるっていうのは分かってますからね。しかもこの道を歩くというところで、そういうところの力っていうのをきちんとこう発揮できたというようなところなんだと思うんですけどね。アンドリアスは結構うちの方でですね、グノメンとか先ほどの色がなんかちょっとこうっていうようなところもあって入部しづらいんだろうなと思ったんですけど、やっぱ外出してからの伸びは良かったですね。やっぱ決め手は確実ですね。今 G1 に行ってどうなるかというところはあります。